よっしゃよっしゃよっしゃ、来たー。すごい値段。ええー、値段やー。和歌山県有田美濃島漁港、2022年10月13日、今日はシラス漁と底引き漁、二つとも出漁をしています。で、シラスの方はな、すんごい値段しよったぞ。もうな、とにかく一カゴ、2万円以上値段ついたシラスもあった。とにかくな、値段が良かった。これはまさにあれだな、円安とかさ、全国旅行支援のおかげだと思うな。期待が大きいぞ。だってさ、全国旅行支援が始まったって言ったらさ、すぐにもういろいろな、楽天旅行とかじゃらんとかいろんなアプリで予約してもな、もういっぱいですみたいな感じになっておったっていうぐらいさ、各都道府県によってはな、もう今から予約できません、満タンですっていうふうにも報道されておった。それだけな、旅行の秋、とにかく経済が動くと期待しよる。タグ宗の予想はもう今から年末までずっと右肩上がりに魚の値段が上がると思う。今年に関してはな、ここ近年5、6年、いやいや、とにかくな、ここ近年一番値段が上がるんではないでしょうかとタグ宗が予想しておる。そしたらなんとな、今日はシラスも値段良かったんだけど、底引きの魚、底引きの魚もな、たくさんあったのもあるんだけど、値段が良かった。今日の美濃島は牡蠣があったぞ、タチウオもあったしな、ウボデ、イボダイも値段良かったしな、マナガツオの皮も出てきたぞ、あれも値段良かったぞ。とにかくウホウホって感じ。皆さんご機嫌でございました。今日ももうタチウオ下ろした。今から。おう、手伝ってや。これか。そうや。おう、見られるわ。見られてくれや。そうや。手袋持ってないしな、今日はやる気ないしな。そっち半分だけ持ってきてる。そう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 。あ、上手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 。共同作業やな。あれ上手上手。いや、そんなん分かっちゃうよ。上手よ。おお。ここやな。ちょっとここだし、いいか。分かっちゃう。ここだし、はい。はい。じゃ、取っちゃうの？取っちゃう。はい、共同作業。はい。氷やらんだな。
しいやな、今日は。なあ、おう、また出てきたんかの。ええねん、するの。もう間違いないわ、お前の勘やけど。当たんのか、それ、その勘。当たる当たる、絶対ええねんするって。今度あるよ、水着で来なあかな。おな、いい、おばんの水着で。おばん。変えて、まだかい、ちょっと眩しいんやろ、まだかい、おいっす、眩しい、かっこよなっちゃうな、サバになっちゃう、そうやろ、おうなんか、仕事できる集団みたいもん、これできる無理よ、ラブロに取られるな大きい息よな、おう、俺は腕も組みたなる明日、砂祭りやちょっとでも近いとこ、行ってくれよ、なあリアカー引く気持ちになってなんなことやな、いや、バケツ持ってくの忘れた、さえ持っていねえか、持っているよ、ないと思う、今日はチョウチョ取ってないか、ないわ、カニちゃん、いい、ちょっとチョウチョ出てきた、チョウチョラタロウ中じゃが、あ、そうか、肩の…よし、
なんか田久村の感覚ではな、このお盆からこっち魚が多くなったような感じがする。俺が客観的に見てな、魚が増えた。黒潮大蛇行っていうのも俺はな気になっておる。あれはな、過去最長に蛇行しておる。過去最長っていうことはさ、まあそろそろまた元に戻るんじゃないかと思っておる。今6年目か7年目かだったかな。だからそう考えたらそろそろ前のように戻ってまた魚が増えるんじゃないでしょうかと僕はそう思っております。とにかくな、8月以降魚が増えた。そして今月に入って10月になってから値段がいいぞ、期待できるぞ。ではまた。はいや、はいや、今日もゆくゆく暴れん坊たくむね。はいや、登録よろしく。バンボー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 暴れん坊たくむね。